こんにちは、アルマズです、はい、今日はですね、ユミコちゃんとレオちゃんと一緒に、カフェオーセブンというカフェがファンデシーにオープンするので、そのオープニングパーティーに行くんですけど、なんかオーセブンっていう名前のカフェは、まあなんか結構、なんていうの、エジプト的にはかっこいい、なんか日本的にはなんでオーセブンなんだろうと思うんですけど、多分なんかまあかっこいい語呂と合わせて多分そういう名前にしたなと思います。で、そのカフェのデコレーションをなんかよくビデオクリップを作ってるハイサム・アンタルっていう監督がいるんですけど、その人がやったみたいなんですよね。で、その人が私知り合いで、それでオープニングショーに結構その俳優とか女優とか歌手とか、あとまあなんかそういった関係者業界の方を呼んで、まあオープニングをこうね行うということで、で、ユミコちゃんをね誘っていきたいと思うんですけど、今ねちょっと道をねこう車でモハンデシンエリアを通過していて、カフェもモハンデシンエリアにあります。でね、場所の地図をね見て今進んでるんですけど、多分もうすぐ着くと思います。到着しました。ここですね。あ、なんか待って待って、なんかねすごい有名人がいる、すごい有名人がいる。あ、めちゃくちゃ、ハロー、サラマアレイコン、サラマアレイコン、ストドシャバーン、アナミニアバーン、ハンドリンナー、ラファナナイスタラゼイヤヘナ、アハンサン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 、愛してるジャパン。ようこそって言ってくれてます。この方はですね、シャービーのすごい有名な歌手の方で、シャーバー・アブデル・ラヒームさんという方で、なんか日本って言ってくれてるんですけど、今日ね、カフェオーセブンのオープニングのパーティーに招待されてるお客様です。カフェオーセブン内に入りました。このようにですね、デコレーションが楽しいんですけど、まだオープニングの人はそんな来てないですね。レオちゃん、レオちゃん、眠いの、眠いね。レオちゃんがね、さっきから寝るし、カフェなんですけど、今日は本当は7時からオープニングなんですよね。で、今7時なんですよ。で、全然誰も来てないし、招待してくれた監督もまだ来てなくて、だから何も用意がされてない状態です。とりあえずシーシャを頼みたいと思います。そうだな。レオ、احلى وسطار في الدنيا. والله عظيم. بعرف قصتي وحالي. تعالي يا حبيبتي هنصور مع العيسى. ماشي. انا واقف العيسى وانت واقف انت. ايه ده؟ ما حدش كان لك دي فاتي.